今回もまさに勝ち点2つ落としたという試合になりました。前半のうちにもう1点取れたはずなんですけど、そこで取り損ねたというところで、まあ、しっぺ返しを食らったかなと、まあ、あの最後哲也がよく止めてくれて負けは防げましたけど、セットプレーで1点取れたあれ完全にも油断だと思います。これで3試合で勝ち点6落としたことになるというのは、しっかりと出てる選手考えないと、監督もいつまで経っても、メンバー一緒、采配一緒ということでは先が見えないと思います。抜本的に何か変える必要がそろそろあるような気がします。